やばいやばい。あアポロでかい。そうですか。そもそもゴルフを始める前で、本当にちっちゃい頃って、こう原さんでどんなおてんばであるとか。私、小さい頃は、なんだろう。まあ、おてんばでは、ませてるねってよく言ってましたけど、なんか活発っていうか、一人で、なんか竹馬とか、一輪車とか、なんか黙々とやるのが、で、まあ、外で遊ぶときはそんな感じでした。外で遊ぶより意外となんか中系が多くて。ゴルフって何歳ぐらいからこうどういったきっかけ？10歳です。最初はなんかそれこそ私が竹馬とか一輪車とか一人で没頭してるのを見たりして、なんか体も大きい。背も高かったのでなんかスポーツやらせたいってなってたんですけど、すごいいろんなスポーツやってもなかなか向いてなくて、じゃあゴルフはってなってゴルフに連れて行かれたのがきっかけで、最初の1球目が楽しいなと思って始めました。あ、でもいきなり当たった感じで。そうなんですよ。2球目が当たったかどうか覚えてないんですけど1球目に当たったんですよね。兄がいるんですけど、兄はすごい運動神経抜群で、で、なんか一緒に行って行ったりしてたけど、全く私は全然で、それでなんか悔しくて、話、全然球技に興味が湧かなかったんですけど、1球目で当たって、ゴルフはなんか褒められたのが嬉しくて始めるみたいな。初めて女子プロゴルフを見に行った時があって、それがいつも行ってる練習場でガラガラが当たって大箱根の、はい、だっけ、何レディースだっけ、キャットレディースに行ったことがきっかけかなと思います。そこで上野桃子さんと横峯さくらさんが戦ってるのを見て、かっこいいなと思って。それって何歳ぐらいですか？それが1年後ぐらいですかね、初め11歳とか10、小5小6ぐらいの感じ。そうですね。で、もうそこからはもうじゃあプロになりたいなっていうのもなんかその辺のタイミングですか？そうですね。でもさらになんかこう私の中で火をつけたというか、レベルを知ったっていうのが JJGA っていう試合を知ったんですけど、なんかそこで私はいつも葉山国際っていうところで練習させてもらってた時行ってて、小学校で行ってて、同じぐらいの年代の子と一緒に回ったんですよ。たまたま組み合わせみたいになって、そこですっごい上手で、私はもう100切れないぐらいなのに、その子80代で回ってて、はい、それで私もこうなりたいって思ってなんか練習にも火がついたっていう感じはありましたけど。そっか、同い年ぐらいだったらなおさらっすよね。あ、1個上だったんですけど。1個上か。はい。もうこの頃ってあれですよね、あの学校行く前にちょっと練習して、また学校終わったらクラブで打ち込む言ってた時期ですよね、ちょうど。はい、学校行く前に走って、あ、走ってた帰ってきてから練習に行ってました。全然上手じゃないし、なんかただひたすら練習してました。楽しかった。水野のこうクラブっていうのはどのくらい使い始めて？11、12。はい、なんかこう最初に使ったクラブ名とかって覚えてますか？ドライバーで NP のなんだっけ、マットのやつ、H4 か、 H4
H4 それマットマットのクラウンがすごいいない H4 だけなんか私はすごいドローンしたくてその頃なんか右にすっぽけないすっぽくすっぽかさないすっぽかさないクラブ持ってってあのクラフトマンさんにこう作ってもらったのがきっかけです。ちなみにその最初にじゃあ水野さんのこのクラブを使った時の印象とかなんかそういうのとかってなんか覚えてることありますか？打感が良かったです。音とか。そうですね。中1からずっと使ってますね。もう浮気もなく。浮気はしてない。このクラブに求めているものって今で変わったとかそういったこととかもやっぱりあるんですか？昔はやっぱり顔、うん、顔がやっぱりかっこいいのがいいなっていうのとまあなんて言うんだろういわゆるちょっと難しそうなクラブを打ってるっていうのがなんかなんだステータスじゃないですけどなんかそういうのが好きこれ打ちたいみたいなので練習してたんですけどやっぱり今はすごい結果を求めるし自分が打ちたい球っていうのをどうやってクラブを選んでその球に近づけるかっていうのでなんかだいぶ考え方が変わったかなっていうふうに思います。プロ1年目の時は今のクラブとはやっぱまた全然違う形で戦ってたんですけどすごいいいショットも出て、すごい気持ちいい打感なんですけど、ミスした時とか、自分がコンディション悪い時とかに、まあ、やっぱりミスの振り幅が大きかったりとか、まあ、理想としてる球がなかなか出なかったりとか、で、結構自分の悪いところ、荒探しに走っちゃったので、まあ、そこでなんかジャマさんのアドバイスとかもあって、ちょっと優しめのクラブ。再現性が高いようなクラブっていうのを今は、はい、選んで、今は少しずつ、まあ、ジャンボさんに聞いて、水野のクラフトマンさんもにも聞いて、なんか、いろいろとこう自分の中でも、まだまだですけど、ちょっとずつ判断できるような感じになってきて、まあ、すごい勉強をさせてもらってるなっていうのがあります。試合ごととかに結構アドバイスとかいただけるんですか？どうなんですかね。私結構予選落ちとかするとジャンボ亭に伺うんですけど、その時にちょっとしたアドバイスもらったりとか、まあ、オフシーズンはずっと基本的に行ってるので、その中でまあ常にまあ見てもらって、まあ、何もこうアドバイスとかない時もあれば、私がまあどうしても聞きたいっていう時は聞かせていただいて、アドバイスもらってっていう感じですね。ゴルフ人生にとってなんか大きかった出来事とか試合とか、もういっぱいありすぎてちょっと分かんないんですけど、小さい頃は一つの目標がずっとなんだっけ、国民体育大会ってなんて、国体国体に出るのが目標で、すごいそれの選考をすごい頑張ってたんですよ。私のレベルながらで県で選ばれて出場したいっていうのが思いがあって、で出れたのが結局高校3年生で一番最後の年だったんですけど、それまでなんか県でなんかポイント制とかでやってても、うん、すごい気持ちで結構持っていけるんですけど、なんか最後の一戦と か, なんか関東の試合とかのポイントもあって、そういうのでいきなりボーンって落ちて出れないとかって、それがすごい悔しかったなって思って、なんか常に上位にいることの大切さっていうのはなんかそこでなんかすごい感じたなっていうのがあります。じゃあなんか本当それってちょっとプロになっても通ずってる部分ですね。そうですね。
自分の中でしっくりこないショットが多かったなって感じです。今回のドライバーすごいいいんですよ。こっちで戦、そっちで戦ってみたいっていうのは。